Ahoj.隠しないの。あ、すごい、みんな投げてくれて。だるま。配信第1回目が始まりました。これはね、この配信は18時までなんだけど、18時までなんですけど、インスタのストーリーの質問を返していきたいなと。まだ質問を受け付けてるよ。前髪が変なの。スペシャルグッズが見当たらない。スペシャルグッズってなんだっけ？何でしたっけ？あ、そうそう、ピンクのやつ。ぜひポイントとかギフトとかを投げてくださる方は、認証しなきゃいけないらしくて、SMS 認証をしないとポイントにならない。で、ギフトは10個連続で投げると1.5倍になるから、よろしくお願いします。お願いします。すごい嬉しい。じゃあ
に答えるね。インスタでしてない人はここでしてもいいよ。ここでしてもいいですよ。なんか同じ人がいっぱいなんだよね。なんか最近ハマっている料理は何ですか？ハマってる料理、料理しないんだけど 今日は、まあ、ちょっとめっちゃ正直すぎるよね。料理最近してません。してません。今日はゆで卵をゆでてゆで卵を作った 料理じゃないです。モデルできたらどんなの着たい？モデルできたら普段着ないお洋服を着たいかな。ほぼ毎日料理してる。それはもう握手です。SMS 承認してやりました。偉い。偉い。じゃあ。サインをもらえますか？サインは、お話し会に参加してください。あなたは今どれぐらい背が高いですか？身長は154センチです。意外とちっちゃいです。新幹線か飛行機か。今は飛行機乗って旅行に行きたい。現在の順位出るんだ。え、本当だ、出てる。何人参加してんだろうね。見てみようかな。え、9人しか。1234567891011121。7番でした。最下位から2番目ですね、今。配信してる人の中で。みんな頑張って、頑張って、頑張って。スタイルがいいけど、何か気をつけていることはありますか？スタイル良くない？最近良くない？最近太ったから、多分太ったので、ちょっと夏までにちゃんと痩せようと思っています。なので、これからスタイル維持を気をつけていきたいなって思ってます。
真集出してください。私が写真集を出すなら、どこで撮ろうかな。海外行きたい。普通に海外旅行行きたい。エイトメンと2人で出かけるなら誰とどこに行きたい？2人でしょ。リンリンとヨーロッパ。なんかおしゃれなもの知ってそう。私、道とか案内してくれそう。方向音痴だから私。もし1位になったら何かしますか？そりゃもうご褒美で、もうとっておきのものしますよ、配信で。1位になったらね。なんかすごいの、みんなも出てる。なんかすごいの出てくんだね。イベントって感じ。オフショットもっと、特に白キーのビキニ。みんなそういうことしか言わないじゃん。みんな。今一番旅行で行きたいとこはどこ？沖縄。沖縄と北海道と京都と石川と三重。海外が一番行きたい。今回のラルムさんモデルオーディション参戦はチーム B への移籍が主な要因ですか？ん？どういうこと？どういうこと？今回のラルムさんモデルオーディション参戦はチーム B への移籍が主な要因。あ、可愛い系の雑誌だからってこと？いや、全く関係ない。ザザンに参加したいからやってます。自分が男の子だったら彼女にしたい人のメンバーは、なぎちゃん。激、もう、これ終わっちゃう。激辛挑戦はペヤング地獄辛焼きそば。ファイナル。なんじゃそれ。に挑戦してほしい。突撃からの2倍辛いらしい。そうなんだ。でももう今日の激辛はちょっと買っちゃったんですよね。もうさっき買っちゃったんだよね。だからなんか暗くないかな。これで電気を一つ消して、この色でちょっと下げるのが好き。カーテン全部閉めてる。
コメントじゃない、質問。くすぐられるの苦手。全然。最近めっちゃ強い。最近めっちゃ強いです。チーム B になったら仲良くなりたいメンバーは、かおりちゃんと、仲良くなれそうっていうか可愛いなって思ったのはかおりちゃんと、あと私より上の先輩ゆきりんさんとか、あやのさんとか、あんまりいないのか先輩は。何の 何してたっけ、あ、コメント返してたのか。チーム B 推しの歌詞、自分のところを自分で決めるなら何にする？チーム B？ あなたは今日前は何だっけ、チーム8推しの時はそこはやっぱりヒッタリッタモアだったけど、なんかさ変えたいなと思ってたんだよね。そう、何がいいかな次。
歌うチーム美容師の歌詞。あなたは今日でイッタリットモアだったのか前は。チーム、それはね、今考えられない、出てこない。次にグラビアやるとしたらどんな感じで撮りたい？次にグラビアやるとしたらビーチみたいなとこで撮りたい。沖縄とかめっちゃ綺麗なリゾートビーチみたいなとこで見たいかな。沖縄本当に行きたい。劇場公演のルーティーンは何分前にご飯食べて何分前に着替える。私結構15分前とかに着替えるんですよね。めっちゃ遅いから支度も何も、だからご飯食べる時間がいつもないんだよね。本日からプロ野球開幕です。ヒダイアの予想する今年の優勝チームは、弟とパパが巨人推しなので巨人で。ビキニかランジェリー撮影会をやってほしいっていう質問が毎回来るんですけど、やめてもらっていいですか？私はできません。はい、言っとけど、ビキニかランジェリー撮影か私はできません。はい、事務所アウトですね。私もアウトですね。はい、ヒダヤちゃんの鼻が好きすぎて困ってるんですけど、どうしたらいいですか？鼻、私は自分の鼻は好きじゃないんですよね。こういうわし花っていうのかな、私の花が。なんかわし花、あれだっけ、こう細い感じの花が良かった。でも褒めていただいて嬉しいです。好きなパーツは歯並びです。イベントに向けた思いを配信してる皆さんにお願いします。ひだやらしく、ひだやらしく、イベントに向けた思い。そうだな、なんか私はその一個一個の配信枠をなんかみんなが楽しめるような、でもみんな忙しいけどね、手が、私もみんなも飽きないような楽しい感じの配信を組んでやってるので、
皆さんも見つつ、手も動かしつつ、応援しつつ楽しんでくれればいいなって思ってます。知って勝ち取りたいですね。はい、なんかすごいコメントが真面目なんだよねチーム K に兼任したおかげでできた経験とか成長できたことって何ですか。パフォーマンスじゃない、やっぱりチーム K はダンスが上手だから、パフォーマンスが表情とか先輩が多かったから、すごいそういうので学ぶことがいっぱいありました。一人暮らしは慣れましたか。びっくりしたこと、今梨との違いとか教えて。地震以外で一人暮らし、うん、全然慣れた。むしろ犬を連れて行きたいって感じかな。大好物のお寿司を美味しそうに食べる配信が見たいです。じゃあ見てもらおうかそういうのがあったらいいですね。お寿司食べたくなってきた。お腹すいた。ちょっと待って、めっちゃさ今面白いこと考え、面白いってことっていうかさ、大胆なことしていいかなウーバーは金かかるからしない。え、なんかさバグってない？え、超バグってんだけど、なに？え？なんかバグってるよ。こっちで配信しようかな。え、なんかバグってない？もっと。
じゃあ質問はちょっと答えます。そしたらちょっと待ってね。どういうモデルになりたいですか？応援してます、というコメント質問が届きました。どういうモデルになりたいですか？みんなから憧れられるモデルになりたいです。ひだやちゃんが可愛いとかっこいいセクシー、ひだやちゃんが可愛いとかっこいいセクシーって褒めた時どれが一番嬉しい？全部。今までのお気に入りの髪型なんですか？してみたい髪色ありますか？してみたい髪色はめっちゃ明るいやつとかピンクとかです。辛い食べ物どれぐらい強いかな？唇が大きくなるまで。新チームで仲良くなりたいメンバーは朝聞きましたね。はい、以上です。ということで、ちょっとね、やりたいことあったんだよ。ここでできるかな。ちょっと待って。みんな。じゃーん、卵。ゆで卵私作ってるというか茹でてて、でちょっと時間がめっちゃ余ったからね。卵むくって書いとこう。でまだ卵剥いてなくて時間が来ちゃったから、なんてことは言いません。そう、産んだの。産んだんだよね、なんか卵産んじゃったんだよね。じゃあ卵浮きながら話して超自由、自由じゃない、大丈夫。隠し芸？これ誰でもできるけどね。いい感じ。冷やしといて、すぐ冷やせばいいんだよね。え、ちょっとなんかくっつくんだけど。これ失敗じゃない？いいよ。みんなの前で見えないかな。つるってさ、むけないときさ、嫌だよね。つるってむけるようになりたい。
さ、薄い皮みたいなあるよね、と思って。薄皮みたいな。あれもさ、一緒にペラペラっと取りたいんだけどさ。くっついてるんだよね。いますか。それを味付けしたやつ入れます。絶対これ美味しいじゃん。めんつゆとちょっと水としょっぱいから、今回めっちゃいい。さっきは何があったの？でも半熟じゃなさそうだ。これ後でね。茹ですぎだかも、ちょっと半熟ぐらいが良かったんだけどさ。え、めっちゃいいからちょっと見てほしい。ちょっと後ろかけたけど、ごめん。あー、これも、え、めっちゃやばい、めっちゃ気持ちいい、このえ、やばい、絶対これも、あー、このさ、綺麗に抜けた。イベント追いかけてきました、ありがとう。もうちょっとやればよかった。ちょっ
スタミナ。絶対これ美味しいから。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。お腹空いてきた。これもう食べたいけど絶対味ついてないよね。見て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 。そう、次はあの辛いラーメン、なんとカラカラウオを買いましたので。カラカラウオ知ってる？みんな。卵なんか辛くしてみたかった。いつもは普通にめんつゆだけでつけてんだけど、ちょっと今回はなんか美味しい卵のつけ方っていうのを見て、ごま油とめんつゆと豆板醤を入れた。絶対半熟になってないんだよね。もうね、卵の皮殻を剥いてて分かった、硬っと思って。そう、私はこの後配信終わったら歯医者に行きます。本当は16時からだったんだけど、なんか間に合わなかったからね、変更してもらった。歯医者さ、ずっと通ってない？あやか。いつになったら終わるんだろう。
間が空いてきたな。ねえねえ、カラカラウオさん、カラカラウオさ、買ったかさ、みんなも買ってきて、次の配信で食べる、20時からの配信で食べるので、みんなも買ってきてください。どうしよう、カラカラウオ買ってね。ちょっと一緒に食べよう、みんな一緒に、唇でかくなろう、カラカラウオを買って、うん、白いご飯、え、絶対美味しいじゃん、白いご飯、うん、白いご飯買おうかな、白いご飯後に入れると絶対美味しいよね、ね、なんか明日の予定を今日立てるじゃん、配信予定だけど、ちょっとパパとママがお家に来るから、家族が来るから、その時間が読めなくて、なんか配信の時間立てられないんだよねっていうのをみんなに相談したかったんだ。うん、チョコクルを置いていくらしい、家に置いてくる、弟とオセロ対戦、朝時間、うーん、なんとも言えないんだよね、朝は絶対やりたいなと思ってんだけど、まあ
かなるでしょう。まあできたら告知はしたい。1回はだってね、みんなもね、土曜日だし。でも3時間前に分かってれば平気なのか。来ても明日告知しても大丈夫なのか。そう、なんか明日さ、スケジュールこれですって今日出しちゃうとさ、明日変更の時にさ、また言わなきゃいけないじゃん。絶対変更出そうだから明日は。もうあと4分だ。じゃあ読みます。1位しらすさん、2位のぶさん、3位てやかわさん、4位なははさん、5位かもちゃん、6位ラブいちごちゃん、7位ゆうとさん、8位プリンさん、9位ピアノマンさん、10位ゆたともさん、11位あきらさん、12位もう少しねさん、13位はっしーさんです。みんなありがとう、みんなありがとう。次は20時からだよ。カラカラウオ食べるよ。みんなカラカラウオ買ってね。次はみんなは18時15分までに3周投げをする場合は18時15分までに星を集めて19時15分に捨て星をして、そこからルームに入らないで20時に私のルームに入ってもう10個連続で投げてください。お願いします。そしてカラカラウオもみんな大変だ、本当に大変だけどお願いね。ありがとう。でもまだあとちょっとある。じゃあ後でね、みんな。まだね、まだあと2分あるんだよ。すごいさ、目の前にこの美味しそうな卵があってさ、めちゃめちゃ食べたいんだが。そんな辛くなさそうだ。みんなありがとう。歯医者行ってくる。片付けして、片付けして歯医者行かなきゃ。じゃあまたね、20時ね。バイバイ。
カラカラを買ってきた？今、お湯入れた。みんなが多分まだ星投げてると思うからちょっと待つね。3軒回ったけどなかった。あるとことないとこがあるんだね。もう食べるのがほんと楽しみ。絶対美味しい、絶対美味しい、絶対美味しい。みんなは準備してるかな？激辛ラーメン。カラカラウオ。このスープが辛いみたい。後入れの
それ入れなくても辛いんだけど。なかったのね、宮崎辛麺って。宮崎辛麺って何？え、これめっちゃ辛いのかな。これあ、これが魚介の味がする。これ全部入れちゃおう。え、やばいね、これ全入れはやばそう。見て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 。あ、パウダー。やばいでしょ、これは。絶対うまいでしょ。この粉入れなかったら多分あのカラカラだけ。これこのあの魚介パウダーを入れるからカラカラウロなんだなって。入れないで飲んでみたら普通の辛い汁だった。これこれ。果たして完食できるのか。これこれ食べてます。もうこうなったら全部入れちゃうんだから。辛い。もう唇腫れてきた。え、うまっ。あの、私の最初の口裏を見といてください。後でどんだけ辛すぎてぷっくりしてくるか。やばい。カラカラウオを食べてる人どんだけいるんだろう。スクショ？写メ？やだ、やめて。スクショタイムじゃないからダメだよ。代謝良くなりそう。
汗かかないよ。ラーメンで汗かいたとない。なんかいっぱい見て、口見て。口からラプンツェルやるんだって。なんかめっちゃ汁飛んでる気がする。なんかさ、
番組でさ、辛いやつ食べるのあるじゃん、制覇できるかみたいな。これは辛いのかな。でもカラカラは結構なんか辛さ慣れてきた気がするんだよね。けど美味しいけどお腹いっぱい。なんか麺すするのがさ、めんどくさいよね。スパゲティみたいな。すするとむせるじゃん。おいしい。あったかい。お腹いっぱいだね。ねえ見て、残しちゃった。まだこんなにある。食べるのと違います。どういうこと？なんか今急にお寿司が食べたくなってきた。ラーメン食べたら。だからウーバーは頼みません。
なんかマジでいける。お腹いっぱいすぎて、なんか飽きてきた。だからをこれ隠れるからちょうどいい 食べてるとこ見られるの嫌なんだよね、本当は。だからショールームであんま食べるのは好きじゃないんだけど、最近はね、みんな喜ぶじゃん、もぐもぐって言って。食べるの見られるの嫌い蓋を前に倒してやだ やだ。あ、卵入れてない。卵入れるの柔らか。私の特製卵、食べきっちゃう頃に入れる。これに入れてみようかな、卵。今頃来た、今頃来た。なんかさ、代謝が良くなって鼻水がめっちゃ出てくる。もう結構お腹いっぱいなんだよね。
無音機能って何？無音機能なんてあるの？ショルームの。わあ、いた卵卵。あ、半熟じゃなかった。見て。昨日何にもご飯食べてなくて。昨日から今日、これが初めてのご飯かもしれない。野菜ジュースは飲んだけど。美味しい。無音機能って何ですか？ランク上位でもトップ5はそんな伸びてないので、みんな星を投げましょう。優しい、ありがとう。かまちゃん、ありがとう。なんかんだで食べきっちゃった。脳機能って何？何が無音になるの？スープはね、ドロドロすぎて飲めない。ヒダイヤの声とか音が聞かれたくないときに、あ、そういうこと？ここだよね。です。鼻普通に感じだった。
ちそうさまでした。はあ、寝れる。でもいい味するよね、このカラカラウっていうラーメン。いやー、なんかすっごい、なんかめっちゃ赤くなってない？なんかめっちゃ唇でかくなってない？セクシー。セクシ千秋楽申し込みました。ありがとう。あとスモールワールド、スモールワールズ初めて出ます。え、あれファンの人来れるの？ファンのみんな来れるの？それ。え、ミクチャの配信されるんだ。遊びに来てくださいって書いてある。え、じゃあ見に来れんじゃん。だ、みんなと会えるよ、みんなと会えるよ、待ってます。行こう。今ね、聞こえますかってね、無音機能ちょっと使ってみた。いくよ。じゃあ無音機能使いますね。いくよ。
じゃあ聞こえるっていうね。いくよ。切ります。3、2、1。どうだった？聞こえなかった？え、すごいね。ピンポンとか来た時いいね、これ。なんか本当に食べたら眠くなるっていうのは嫌だよね。嫌 だよね。みんな。眠い。っていうか、てか昨日あんま寝てないかもしれない。なんかすごい、見て、すごい辛いラーメン食べたら唇がやばいことになった。めっちゃなんかここまで唇になってるもん。ね、みんな完食した？なんかさ、初訪問。初訪問って書いてある。初訪問とか意外と。初見の方がいますね。星集めしてるのか。星集めしてるんだ、みんな。イベントやってるからね。やばい、超眠くなってきそう。絶対今さ、胃がびっくりしてるよね。辛ーいって。辛ーいって胃がびっくりしてそう。
のマイページがなくなった。ショールームのマイページがなくなったんだけど。わかりませんってなるんだ。え？なんかこっちの携帯の方のショールームの画面が、はい、ログアウトしちゃった。え、なんかこれが出てくる。指定したページが見つからないよって。ログインってどうやって言うんだ。え？怖くない？Wi-Fi つながってるよ。一回切ってみようか。ね？本当にない。ちょっとひたりとまやかってなって。マイページがこれ。え、ログインとかないんだよね。一回ログアウト、一回ショールームのアプリを消して、回線が早い。ネットできてる。え、でも最近 Wi-Fi の調子が悪い悪いんだよね。
アカウント、これでパスワード、え？新規会員登録じゃないよね。あ、できた。多分これでショールームのパスワードとか打ったらいけると思うんですけど。え、来た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 。ああ、やっと来てきたよ。なんかバグってたね。よかった、できてた。よかった、戻った。そう、次は23時からで。ちょっとでもお風呂入ろうか迷う。一回ちょっと寝ようか。寝ようか迷う。お風呂ルーティーンとか書いちゃったんだけど。まあ、その時はその時で。ありがとう、みんな。今回もありがとう。ありがとう、ありがとう。カラカラウオを食べました。唇は収まってきた。え？収まってきた。ね、収まってきたよね。では、読むか。うるさいから消そう。使ってみた。救急車の音が。不足とか使ってみた。じゃあ読みます。1位ノブさん、2位カモちゃん、3位ナハハさん、4位キャプテンアクアさん、5位北連パサランさん、6位ラブイチェコちゃん、7位刀剣太郎くん、8位イズユさん、9位ピーダさん、10位ピアノマンさん、11位、アキラさん、12位、もう少しさんです。ありがとうね、みんな、ありがとう。スクショさっきしてなかった。でしょ。
と、このつゆ飲みたいけどね。ご飯があればいいな。このカラカラ魚、本当に辛いんですけど、カラカラ魚って言う通り、辛くて魚介の味がするんで、豚骨魚介激辛、好きな人は全部入ってるんで食べてみてください。じゃあまた11時にみんな3周投げよろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございました。またねー。あ、着いた。びっくりした。して壊れたかと思った。なんかね、ログインできなくてね。めっちゃてこずってたんだけど。ログインできた、やっと。この携帯のやつもログインできないんだよね。さっきまでできてたんだけど、なんでかな。Wi-Fi かな。もう一回打てば治るのか。一回アプリ消したらもう一回いけるか。
でもね、タブレットの方がなんかね、もう寿命なんだよね。ママと電話してた。配信終わって1時間くらい。見て目が。今日目の調子悪い。まずパピコ食べちゃった。そうじゃん、明日の予定。でも明日の予定決められないんだよね。ママたち来るから。ち、なんか明日はもうちょこちょこやるみたいな感じになっちゃうかもしれない。ランキング上げてこう。ランキング、え、今、今12位。ちょっと笑っちゃった。で、できれば1時間前に告知してもらうと助かる。それはそう。
28日のスモール、ワールズ楽しみ。スモールワールズ、スモールワールズって予約とかあるのかな？他のあるのかな？初めてなんだよね。まあ、不定期配信というか、明日は、まあ、1時間前にも言う。予約なんだ。予約がいっぱいになったら店員切れってことかな。最近このオレンジっぽいライトにはまってね。つけないとマジ暗いよ。あんだけダイヤちゃん喋ってる。え、なんだ、なんのあんだけだよ。え？ 見てない。もうなんか服が多すぎてさ、ここはなくしたいんだよね。ここなんかカーテンみたいなとこさ、
なくしたいんだよね。そしたら配信場所もここになんかライトか置いて、カバンとかアクセサリーとかなんか小物コーナーにしたいから、こっち側で配信しようか。何もないカーテン。プレゼントは服じゃない方がいい？服がいい。服がいい。なんか本当に昔から持ってる着ない服も持ってきちゃったから。31日楽しみだな。なんかさ、インスタ更新しようかなと思ったの、今日。更新するものがなかった。ブス。自分優してたら出てきた写真めっちゃブスすぎて笑ってる。これをみんな見たの？なんかさ、めっちゃ胃が荒れてるんだよね、今。
辛いの食べ過ぎて。イケメンですか？クバギフト来たぞ。明日は家族に会えるので楽しみです。さあどうしようかな。早いんだよね。多分9時ぐらいに配信するか迷ってる。かき揚げも似合う？ショールームだからだよ。いやさすがに5時は無理です。すいません。さすがに。確かにファンのみんなも大変そう。5時からだから。わっ、10位になった。
でも夜遅いと家に家族みんないるからどうだかな、わかんないまだ。土曜日だからね、みんなどの時間帯でも見れそうだね。比較的2時間3時間くらい前にはやろう、この時間ってやりたいなとは思っている。家族はさすがに出れないかな。日曜日はまだわかんないです。だったら、でもパパとさ弟の声も入ってんのかが面白い画像を送られてきた。止まった。なんか桜降って。ジラードンさんって知ってる？みんな。ジラードンさん。YouTube で最近めっちゃ見てんだけど、めっちゃおもろいの。芸人さん、ジラードンさん。知らん？ちょっとね、見てほしい。見てほしい。マジで元気出る。
明日ね。そう、握手会コントする芸人さん。みんな知ってんじゃん。知ってんの？嬉しい。おいしい。あ、ラビット、番組のラビットに出てたんだ。へえ。私最近友達から教えてもらって、新しい形の芸人さんだなと思って。めっちゃハマってる。膝見えてた。眠くないんだよね。だからお風呂入って、なんかすっぴんになるのちょっとなと思って。お猿さんも対象そうなのかな。とりあえずランキング M ね。1位、ひろかんむりさん。2位、ラブいちごちゃん。3位、しらすさん。4位、かもちゃん。5位、のぶさん。6位、ぼくれんぱさらんさん。7位、なべさん。8位、キャプテンアクアさん。9位、かっちゃん。10位、ランハンさん。11位、むらやんさん。12位、ハンマーさん。13位、ピーターさんです。みんなありがとう。そう、なんかな、ママと中学来る時間かぶっちゃうね、なんだよな。だから告知がしづらくて、気合い、それな。もう下めて待ってるからね。ありがとう。でも、まあ10時までには行くよって言われたんだけどさ。まあ9時頃。
配信できたらいいなとは思ってる。で、明日はなんか1時間とかじゃなくて30分刻みとかで、ママも声出しで、弟とお父さんは出かけるみたいだから、じゃあ皆さんありがとう。また明日ね。おやすみなさい。バイバイ。どうだった？バイバーイ。おやすみなさい。ありがとう。